ウドゴーファービヨンドっていうのがこの後の言葉の全部ウドゴーファービヨンドああ、そうそうそう。This would be controversial because NATO's members are expected to support each other if one of them is attacked. これは？これは、保守的だ。なぜなら、違う、保守的じゃないよ。コントロバーシャルは違うよ。ごめんなさい。論争的だ。ああ、そうそうそう。そういうことですよ。うん。なぜなら、NATO のメンバーは、お互いをサポートすることを期待する。うん、期待されている。仲間、メンバーのどこかが攻撃された場合は。ああ、そうそうそう。In opening a debate about this Article 5 guarantee, Mr. Biden could make clear that it would not cover Ukrainian territory Russia occupies today, as with East Germany when West Germany joined NATO in 1955. これは？In opening a debate about the Article 5 guarantee, つまり保証第5条のについての、議論を、開始するには、バイデンは、to make clear that it will not cover. バイデンは、明らかにする必要がある。何を明らかにする必要があるかというと、ウクライナの、テリトリー、領土は、現在ロシアが、占領しているウクライナの領土というのは、東ドイツですよね、旧東ドイツ。それは、西ドイツのが、NATO、1955年に、加盟した時の東ドイツのようなものだ。うん。カバーってどういう意味？カバーカバー組めない、え？組めないっていうことですよね。ああ、そう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 、はい、そう、いい？はい。 And that Ukraine would not necessarily garrison foreign NATO troops in peacetimeAs with Norway in 1949. これはギャリソンというのは駐留させる。ああ、はい。だからウクライナは、NATO の NATO 軍を、駐留させる必要はないと言ってるわけですよね。平和時代ですね。それは1949年の、まあ、ノルウェーのようにということですね。そう。これ単語優しいけどすごい難しかったね。難しい。こんなのパンクしてますよ。あ、なんか感覚研ぎ澄ましてるね。今日は連戦連敗ですな。いや、もう仕事で疲れてる上にこうなんか難しい。はい、え？いや、それはね、言い訳にならない。ねえ、バレましたか。もうちょっと終わりだけど、まあ今日はこれぐらいにしようか。はい、ありがとうございます。要するにね、ここの記事はね、うん、ウクライナを NATO に入れろって言ってんだよ。はい。それでロシアを追い出せって言ってんだよ。うん。で、完全な勝利をすることじゃないとダメだよって言ってんだよ。だから長距離ミサイルとか武器とか金をもっとウクライナに送れって言ってるんだ。はい。まあそれは僕はトランプはそう考えてると思うんだけどね、俺。うん。で、これはこういうふうに言ってるけど、まあ西側諸国も誰もそんなこと今まで言ったことないけど、うん、僕それがこの記事に言ってることは突拍子もないことじゃなくて、はい、正しいと思うんですよ。うん。で、そういうことをエコノミストってすごいなと僕はこの記事読んで思った。ハリスは出てこないですね。え？ハリスは、ハリスは、あいつはね、あいつはね、頭悪いね。もうなんか、
ハリスとは言わず、もうバイデンっていう言葉しか出てこないんですよ。いや、あのね、あのハリスはね、あの、うん、バイデン の、 あの考え方を踏襲してなくて、はい、あのトランプの第1期やった時の考え方を、例えばあの例のフラッキングとかさ、石油のあれを彼女は支持してるんだよ。だからトランプの考え方を踏襲してんだ彼女は、バイデンじゃなくて。それは正しいんだよ。でもね、ハリスってあの人美人だけど頭悪いんだよ。でこういうふうなさ、今このエコノミストの記事みたいなダイナミックな考え方って頭回んないんじゃない？ああ、なるほど。トランプってのは頭いいけど、こいつはね、何が問題かっていうと、うん、あの要するになんていうかな、簡単に言えばある場合には気違いなんだよ、うん、ある場合には正気なんだけど、研ぎ澄まされてるけど、ある場合には気違いで、うん、あなんていうの、モロ刃の刃みたいな男なんだよ。なるほど、なるほど。だから刃の方出しちゃったらさ、世界が大混乱するけど、はい、あの切れる時の 刃だったらば、こういう風なね、ロシアを封じ込めるってことはできるんだよ。なるほど。それがあのトランプ の、 あの危険なんだよ、うん、ハリスの場合危険じゃないんだけど、うん、凡庸なんだよ。なるほど、うん、それが今世界を二分してる、どっちに転んでも問題だっていうことなんだよね、うん、でこのエコノミストの記事ってのは非常に僕はこれ優れてる記事で、はい、リスクがあるけどでもそれしか解決はないだろうってこれは言ってんだよ。なるほど、なるほど。それはね、メイクセンスんだよ。うん、俺もそう思う。なるほど。でもこんなこと言った人いないんだよ。
abroad, fatigue is setting on. これは海外では、疲労が、疲労 is setting in. だから、疲労が海外では疲労が蓄積しているっていうのが。そうそう、セッティン、そう。The hard right in Germany and France argue that supporting Ukraine is a